なキスをしたって聞いてるやないかディープな接吻をした時から分かってたんでいやどうだろうな。でもやっぱ一番印象に残ってるのはなんか映画で共演シーンはなかったんですけど一緒の映画に出てるっていう作品のまあなんか軽くその主要キャストとかと監督とかとなんか軽く打ち上げみたいな感じで飲んだ時にもうほぼ初対面の状態で結構ディープなキスをしたっていう。引いてるやないかちょっと時が止まりましたね今結構ねディープななんかそうなんです。本当に初めましてでディープなキスをしたんです。初めましてですよね。はい、ちょっとお酒も入ってたこともあってなんでかわかんないけどキスする流れになったんです。周りに言われたんだよ、そうそうそう、キスしろキスしろって。だからいろんなところで男と男がこうキスしてるのが勃発してて、その時真似して、でなんか僕はほぼ初めましての山田君とディープな接吻を交わしましたね、はい、で別の作品で本当にキスシーンがあったんです2人。そう、まあ、そういう なんていうんですか、恋愛とかではないんですけど、あるシーンがあって、そこで現場で、あ、僕たち初めてじゃないんですって言ってて、スタッフさんたちがえってなってたっていうね、あれ謎な空気でしたね。謎な空気になってました、ね、いや、まさかの回答でしたな、はい、まあでもやっぱ最初からまあなんかお芝居に対する熱量とかそういう人への愛情みたいなものはものすごい深い人だなっていうのはなんか、まあそのキスした時から分かってたんで。いやいやいや、それ掘り下げんでいいだろ変な話になってくからだからまああんまりそういう部分に関してはあんま変わんないかな。でも一回それこそ緊急事態宣言とか入っちゃって撮影が止まったんですよ途中で。でなんかそっから2ヶ月間本当に急にポンって開いて、もうなんかもう本当にどうしていいのか分からなくて、自分がなんかその芝居もねいつ続きを取れるかもわからないしっていう中で、このモチベーションはどうつないでいけばいいんだろうっていうのを一回なんかリモート飲みかなんかで山田君に相談したときに、はい、いいんだよ一回全部忘れちゃえばみたいな。え、どういうことですか。もうやっぱこの2ヶ月はまあやっぱり今まで走り抜けてきたし、なんかいつ始まるかもわからないこの状況でなんかそういうわからないものに対してこう不安を持ち続けるよりも、もう一回全部忘れて自分の好きなことやってやれるって決まったらそこから本気出せばいいんだよみたいなことをなんか山田君に言われて、めっちゃイケメンやんと思って俺そんな深いこと言ってたよ。そう、すごい深いこと言ってたんですよ彼。それは覚えてらっしゃらないんですか。え、今言われて、ああそんなこと言ったかなって思い出しましただから僕はそれにちょっと救われましたね。